こんにちは、気まぐれオレンジロード系 YouTuber のぎじまじんでございます。昨晩は気まぐれオレンジロードアカデミア3最終回エピソードの深掘り解説の後半の3までご覧いただきまして誠にありがとうございました。毎度のごとく、このスタジオでございます。スタジオじゃないね、自宅だね。今日は誰もいなくなったんでやらせていただきます。反省会でございます。ありがとうございます。放送後期というか投稿後期ということでやらせていただきます。まずはすいません、6本見ていただいてありがとうございました。2月の終わり、1月の後半ぐらいからですよね、撮影したりなんなりとして、やっと3月のこの中旬で終わりました。ありがとうございました。いろいろともう皆さんにね、ハラハラドキドキさせて、本当にちゃんと終わるのかっていう状況になりましたんで、無事に6本終わりました。6本になると思ってなかったんですよ。2本ぐらいで前半と後半で終わるんじゃないかなと思ったんですけど、まさかね、一発目撮ったら1時間半も音声があるので、これはもう分けるしかないなと思って、ちょっとね、アカデミア1ないし2だってね、ちょっと長かったんで分割するしかなかったんで、なんでこれは長くなるなと思っておりました。なので今回も、2回くらいかななんて思ったら、まさか6本になると思ってなかったんで、長丁場でご覧いただきまして本当にありがとうございました。まあ、今回はですね、やっぱり一番は、まあ、特に前半なんですけど、感情移入しすぎて自分が泣いちゃうっていうのが一番こう、関門でございました。それが一番大変でした。ヒカルちゃんはタバコを吸って不良だったんだっていう、それをなんとかして払拭しようとやってきたんだよね、ヒカルちゃんの畑さんもね。ちょっと泣きそうになってきた。キャラクターのこと考えたらなんかそうなってた、ね、なんとかしてそれを払拭しようと頑張ってきたんだよ。こう入りすぎちゃって、そのヒカルちゃんの気持ちとかマナミちゃんの気持ちっていうことに考えると、なんかこうもう感情が溢れちゃって、もう涙が出てきちゃって涙声になっちゃうなんていうのが何回かありましたね。特にダイジェストを一発目上げさせてもらった時、あの時は本当にその時のいせたんですよ。でもちゃんとした本番はまあなしにしようと思って全部そいなんですけど、ただね、後半に関しては京介とまどかさんと、ほらそこは悲劇っていうか悲しみってそんなにないから、そこまでじゃなかったんですよ。なので後半に関してはそんなにこううるうる来ることはなかったかなと。ただ後半最後の動画でもちょっと触れました。まどかさんの本心とかまどかさんの気持ちを実はみんな大切にしてるんだよっていうところの話をするときにちょっとうるっと来るかなと思ったんですけど、でも実はそんなに後半はそうでもなかったかなというところでした。はい。で、まあそうですね、あとは難しかったのはやっぱり今までは場面、この場面がこうだっていう説明とかだったんですけど、今度に限ってはもう 全ページにわたってだったんで、これご承知いただいている通り、一番左が愛蔵版ですね、で隣が単行本で、真ん中が金色のミラージュですね、で一番右が文庫本なんです。結局この単行本と文庫本をメインで今回使わせていただいたんですけど、もう本当に各ページ、まあ、自分が持ってる漫画を見てもらうっていうコンセプトですんで、全ページを、まあ普通に iPhone でパシャ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 撮って、それをちょっと加工してっていう形を撮りました。まあ本当はねデジタル版みたいなものが実はあるんで、それをまあ使えばいいのかなと思うんですけど、ただそればっかりはやっぱりさ、著作権とかって問題もあると思うんで、ほら Kindle とかがあるんで、これを使ってしまえば本当は楽なんですけど、ただ著作権の問題とかそういうことが発生したら困るなと思って、あえて今回は全部自分の持ってる漫画から全部写真を撮らせていただくという形を撮らせていただきました。
まあそれをね、編集して何してっていうのがちょっと大変だったかなと。ただ、前半に比べて後半の方が、そんなに撮る数が少なかったかなと思いました。まあ場面場面も撮りつつ、まあページか、ページ全体を撮りつつも、例えば、さっきの愛してるのシーンだったらそこだけ撮るとか、飛行機が飛んでいくシーンだったら飛行機だけを撮るとか、ヒカルちゃんの、こう睨む顔とかだけを撮るとかってこともやったりしてたんですよ。やっぱり1枚でかいの撮った後、それを縮小とかすると荒くなっちゃうと思ったんで、ピンポイントはピンポイントで撮ったんですね。そんなことをしてるとね、どん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 枚数が増えていくんで、いやこれは参ったなって、半日ぐらいかけて写真を貼る準備はしました。ただまあ同時期に進めてた東京ラブストーリーの、ね、おしゃべりの方に比べれば編集内容としてはそれほどじゃなかったかなということでした。もっと大変なものを、ね、毎週やってたんでその方が大変だったかなっていう感じでしたね。はい。あとはまあ前半はやっぱり音楽、特にハッピーな話じゃないんで選ぶのが苦労したっていう話は前回させていただきました。なので本当にね、もうちょっとトーンの低い曲はないかとかで、耳障りにならない程度、特にほらテレビで使ってたシーンをそのまま持ってきちゃうとそのイメージに引っ張られちゃうと嫌だなと思ったんで、なるべく使ってない曲、使ってない曲みたいな形で持ってったりはしたんです。まあ使ってるってテレビだから使ったかもしれないんだけど、特にほら番号だけの曲、シンギングハート2の方で、ね、番号だけの曲って未収録だったものが入った曲なんかをメインで使うようにはしてました。ただあの日に帰りたいもそうだし、あの夏の始まりもそうだし、それからジャンプコミックスのビデオもの方もそうだし、その辺からも結構多用して前半版使ったんです。まあ後半はねちょっと比較的ハッピーな話になっていくじゃないですか。だからそこまで重い曲は選ばなかったつもりです。ただね、まあ特に最後の方、何の曲に当てようかっていうところでちょっと苦労したのはラストの階段のシーンでね、あれ何かいろいろね、実は4個ぐらい考えたんです。4個ぐらい考えて実際に入れたんです。ただ1回はねテストしたらダメだったんですよ。知ってる方いらっしゃいますかね、久保瑠璃子さんっていう男で有名な方、あの方の男からあと2つぐらい先のシングル、紅白歌合戦でも歌って早くしてよっていう、あれ階段上がっていくっていう、階段上がっていったら待ち合わせの彼がいつもいるはずなのにいなくて、もう早く来てっていう心情を歌なんですよ。で夏だし、あれすごくもう夏の曲のイメージがすごい強いから、それを入れてみようと思ってやったんですけど、著作権に引っかかりましたんで泣く泣く外しました。あとは練習版の時に挙げたゴーストバスターズの最後エンディングの曲も考えたんです。それからあとはね、最終的にはほら夏のミラージュを使ったんだけど、まあ歌だからどうかなと思ったんですけど、で1回入れたら足んなかったんで、フェードインしてもう1回入れるっていう技を使いました。はい。他にもいろんな曲考えて入れようと思ったんですけど、ゆずのほら夏色っていうのも考えたの。あとはね、宮崎駿さんの耳を澄ませばのラスト、誠司君がこう朝訪ねてきて、たまたまね、雫が窓を開けたらいたってんで朝日を見に行くっていう時に曲「バロンの歌」っていうあれを使おうかなと思ったんですけど、あれだと冬かなと思って、寒い日の朝ってイメージになっちゃうからダメだったら、やっぱり暑い夏の日っていうところだとしたら、やっぱり夏のミラージュかなと思って使わせていただきました。一応問題はないけども別のところで多分広告が発生してるかもしれません。はい。選曲はねやっぱり難しいですね。で最後は知ってる方は知ってらっしゃるんですかね、詐欺師志郎さんってザ・スクエアって今の T スクエアの初期メンバーなんですよ。でその時の最初のアルバムに曲って入ってるんです。愛は夢の中へ、だから愛は瞳の中へでしたっけ、気まぐれオレンジロードのラストにかかる、で第48話の終わり、
キスをするシーン、あの鮎川まどかと2度目のファーストキスですの時に使われる曲、あれの時の曲っていうのは多分その影響を受けてんのかなっていうとも思ってたんですよ。だけどあれ調べていくとカーペンターズの曲なんだねっていう、あれはだから街中で聞こえたこと聞こえたんですよ一回、あれこれサギスさんの曲っていうかザ・スクエアの曲だよな、でもなんで歌が入ってんだろうなんて思ってたんですよ。逆なんですよそれを多分オマージュして作った曲だったんですよ。だからあれを一回使いたいのと思ってたんです。だけどまだ半年前ぐらいは曲の選曲とか曲を上げたらこれはまずいっていうのの基準が分かんなかったんで、なくなくやめたんです一回。だからどっかで使ってやろうと思って温めてたんです。で今回それが使えたんで入れてみました。はい、で曲の感じちょっと似てると思うんですよ。あこれはサギス曲だなって、サギスミュージックだなっていう。だからその後ほら T スクエアになったりとかするともうサギスさん脱退しちゃったんで、例えばトゥルースとかやセレブレーションとかってあの F1 のイメージになってっちゃうじゃないですか。 F1 とかリゾートのイメージっていう、そうじゃない頃の本当にこう夏っていうのの、フュージョン、本当にフュージョンっていう曲の、ね、一番スタートだからちょっとそれは使いたいなと思って温めておりました。はい、反省点としまして、ちょっと今更直すのは難しいと思ってちょっとまあ諦めたんですけど、前半の3つの佐藤サムネイルがごちゃごちゃしすぎたなと思いました。なんで後半はちょっとさっぱりとああいうちょっと裏にカラーを入れたりとかするパターンに落ち着かせました。でせっかくなんでカラーなんでちょっと拝借してきたかなっていう、ね、そんな感じです。はい、伝えたいことはいっぱいあったんですけど、見せたい映像はあったんですけど抑えようと思ったのが後半の時の、反省点でございました。はい、前半はね一回ほら本ちゃんで撮ったものをダイジェストとしてまあこういうのやりますからっていう、特にこれオレンジロードが始まったり鉄道のことの話題が結構その頃出てきたんで、ちょっとオレンジロードがねおろそかになっちゃいかんと思って小出しにとりあえずしといおこうと思って作ったんです。後半の時はもうまだできてなかったんで、とりあえず前半の時のおしゃべりを反省を踏まえて今度は喋ろうと思ってたんですよ。気づいた方は気づいてるかどうかわかんないんですけど、漫画の中のセリフありますよね。例えば例を挙げていくと、前半だと例えばまどかさんのところで、マスターのところでまどかさんがいろいろこう話をするシーンがあるじゃないですか。だとしたら鮎川くん、それは間違っているよってとか、やだなマスター真に受けちゃってっていうこの引用してるんだよっていう、その言葉を喋ってるんだよっていう語尾にちょろっと入るのが自分でやっぱ聞いてて違和感がやっぱ出てきたんで、後半はそれを極力排除したんです。そのセリフ、まあ完璧にそのねセリフとして当てるっていうにしちゃやりすぎかなと思ったんで、まあ、そのマスターのとこに来た京介の時に、でも京介くん鮎川くんを頼むっていう風に、だったらでも京介くんって鮎川くんを頼むってここで京介言うんですよねとかっていう言い方をしないようにって気をつけたのはちょっとここで改良をした結果です。まあどうしてもそうやって言ってるよっていうのを伝えなきゃいけない時はつけたんですけど、なるべくそう言わないようにっていう頭で喋ろうっていう練習をしたんですよなるべくその劇中の言葉は劇中の言葉としてバンって言っちゃおうと思ってっていう考えでやりました。まあそれがうまくいったかどうかっていうのはわからないんですけど、ただまあなるべくね鶴さんとか古谷さんとか原井子さんとかのこうあのイメージに寄せてはいるんだけど、そこまではできなかったかなと、本物のようにはできなかったかなというところです。私もそこまで滑舌が よろしくないのでうまくできなかったかなというのはありました。はい、これがおしゃべりの中でのちょっと反省点ですね。はい、あとは皆さんからねいろいろコメントもいろいろいただきました。本当にありがとうございました。特にオレンジロード
関してはね、うん、毎回毎回こうコメントをね、しかもプレミアム公開で必ず来ていただける方いらっしゃいましたんで、本当にね感謝でした。毎回そので前回の時は金曜日に1回、土曜日に2回でしたから、それも解禁賞で来ていただける方もいらっしゃいましたし、はい、でやっぱり皆さんそれぞれにやっぱこう思っていらっしゃることとかやっぱあると思うんですよ。でもそれをこう感想としてこう述べていただくことってすごくありがたくて、また違う見方とか僕はそう思ってたんだけど、皆さんがああそういう風に感じていたのかっていうこともわかるんで、それはね非常にありがたかったです。若いね、本当に高校大学生ぐらいの若い方なんかも来ていただいて、オレンジロードを一緒にこう見ていただいたっていうのは本当に嬉しくて、自分たちが子供若い時に上の方の人たちのリアルタイム世代が羨ましいなと思うと同じように、きっとリアルタイムどころかね、もう平成さえ飛び越しちゃってるね、昭和のものだから、それを今感じてもらってこうコメントしていただいたり見ていただいたりっていうことがすごくねこうありがたいなというふうに思いました。きっと当時のリアルタイムで見ていた人たちやその上の人たちも同じ気持ちだったのかなと思うと、あそうなんだ、そうだったんだろうなっていうちょっと感慨深いものがありましたね。はい、まあちょっと BGM にもちょっとよるんですけど、本当に BGM でね助けていただいた曲が3つあります。1つはシードっていうあれはもぎたてスペシャルとかに入ってる曲で、ルージュの伝言だったり思いがけないシチュエーションだったりとかって時に使ってた一番まあ後に作られた BGM が5曲あるんですよね。そのうちの1曲のシードは特に助けられましたね。それからあとここって時はねやっぱりあれです、和田かな子さんの曲が結構インストゥルメンタルであるんですよ。ジェニーナと悲しいハートを燃えている、それから夏のメラージュもあるんですよ。気づきました？皆さんシンギングハート2の中のあれはホールドミーかな、わかんなかったんだよ、ホールドミーかヒアミーかわかんないんだけど、番号で言うと6枚目のアルバムの中にの B の2っていう曲があるんですよ。それ後で今流れてると思うんですけど、これ夏のミラージュの多分モチーフにしたし BGM なんですよ。だこれは特にねここって時にやっぱほら歌かけらんないなと思う時には使わせていただいた。これはかなりありがたかった。それからね新気まぐれオレンジロードの方の梶浦さんの方ね、梶浦由紀さんの方のイメージアルバムに入ってるあの夏っていうこの曲は京介ナンバーワンのアレンジなんですよね。アレンジなのかわかんない、これがもしかしたらこれを元に京介ナンバーワンを作ったのかもしれないし、京介ナンバーワンは全部で5パターンあるじゃないですか、そのうちの1個なんですよ。これが先行のイメージアルバムの中に入ってるんですよ。これはねやっぱり使えた。本当に京介ナンバーワンの窓ガさんが弾くシーンのやつを使っちゃうとやっぱり あの曲だって分かっちゃうじゃないですか。でオープニングとかの曲も分かっちゃう。で寄り添う2人っていうタイトルがついてるのもどうかなっていうところあったんですよ。でもあの夏っていうタイトルがついてる京介ナンバーワンはさりげなく京介ナンバーワンなんで使えるんですよ。だからねありがたかった。この3つはね本当助けられましたね。はい、ちなみにここでちょっとはいちょっとだけ上向いて T シャツを買ってまいりましたあと2枚あるんですけど、ちょっと一番はっきりした色からこれかなと思って、はい、できました。はい、脱線したいろんな話をさせてもらいましょうか。はい、まず1個、まあ全体的にはやっぱりちょっと東京ラブストーリーとかませてるところもちょっとありました。後半でしたっけね、実際にその映像も使わせていただいたんで、気持ちは一つしかないんだよ、2個はないんだよ、どこに置いてきちゃったの、カンチンのところ、たまたまちょうどそのぐらいの時のだったんで、そのイメージがやっぱりどうしてもあった、それをもろに使わせていただきました。あとは
ね、セイントセイヤもそうだね、あのアイオロスとね、セイヤっていうのがマスターと京介っていうあの感覚っていうのもちょうどそんなに当てはまったし、だから他とこううまくどうイメージができるかなっていう。で最後その空港のシーンのところっていうのを、空港で最後まどかさんがどうやってバイバイしていなくなったかなっていうのをいろいろ考えて、最初はその映像だけ、映像っていうか写真だけ貼ろうと思ったんですよ。だからなかなかね、その空港ロビーからエスカレーターで下っていくっていう、そういう結構名シーンあるじゃないですか。それだけの写真とかってなかったんですよ。そしたらあれが出てきたんです。その男女7人のさんまさんとしのぶさんが分かれていくっていう、あれもうちょっと前後があるんですよ。その前は本当に2人がこう抱き合ってキスをして、本当に行きたくないっていうのがにじみ出てるんですよ。だけどそれを振り切ってしのぶさんが手を離していくんですよ。でさんまさんがそのこう見てる。でもさんまさんはたまたまなんかあれ広告代理店か旅行代理店の人なんでしょうね、きっと。僕もちゃんと見たことないんだけど、でその送迎か何かに来てたか何かのタイミングにちょうどその別れのシーンが入ってから、行っちゃった後普通にまた仕事に戻って、あどうもありがとうございましたとかって普通にその時の お客さんに挨拶していくっていう、その挨拶をしていきながらあのチャチャチャがかかるんですよ、うん、っていうそのシーンの真ん中だけ使わせてもらったんです、うん、うまくいきましたんでよかったです。はい、あの引っかかなくてよかった。はい、だからそういうちょっと脱線話ね。だから空港っていうか羽田とね、あの辺の港の様子、港湾っていうか海の周りのやって、やっぱちょっと東京ラブストーリーとね 2,3 年しか変わんないんだから、同じような景色なはずだったんですよ。ベイブリッジはないしさ、まだベイブリッジあったかな、あれがないのか、レインボーブリッジがないんですよ当時ね。であんな今みたいにバカでかいビルも建ってないし、お台場もないしっていう時代だっていうことを表現したくて、ちょっと東京ラブストーリーを使わせていただきました。まあ前半のことはちょっと前半で一回プチあの反省点っていうことでやらせていただいたんで、後半はね、そうですね、やっぱり一番僕が思い入れが深かったのは、やっぱり Like or Love の話の、僕なりの Like or Love の話のところでしたね。替えが効かないっていう、もう取り返すことができないっていうのがラブだっていう話で、あの時にまどかさんがアメリカに行くって、あの以前留学に行くっていう、でも京介は行かしたくないからね、僕はこの街が大好きなんだっていう、まどかさんがいるこの街だから僕はこの街が大好きなんだって話を漫画でもテレビアニメでもしますよね。それを使いたかったんです。つまり僕にとってはあなたの会話もういないんだよっていうことを伝えたいっていう、だからラブなんだっていうね、とっかい引っかいができるのがライクだ、もう取り替えことが絶対できないのがラブだっていう、うん、っていう話を出したくて、あの逸話を話させていただきました。やっぱそうと、そこにねちょっと思い出がありますね。だから調べ物としてはあそこ、後半はあそこですね。前半はね、あのサリエリの話、あのアマデウスの話を適当ちょっとちゃんと調べたいと思ったんで、あのがっつりそこ話をさせてもらいました。はい、お知らせでございます。はい、一応ね、ちょっとですね、これを公開している時期かと思うんですが、4月の、12日かなから4月の19、20日ぐらいまで、ちょっと動画の制作はお休みとさせていただく予定です。なぜかと言いますと、まあ私の本業のお仕事の方が、今ちょっと忙しくなってるという状況で、ちょっとこの1週間で、あの、提出したり、ね、やらなきゃいけないことがちょっとたんまり出てきそうなので、ちょっと動画をスパッと一回、去年もちょっとこの時期一回やめたんですよ。まだ電車のことだけだったんですけどね。ちょっとこの時期一回ストップということをさせていただきたいと思ってますので、ちょっと一週間充電させていただければと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、開けた後には、前々からお話をしている通り、まだアカデミア2のまどかさんのお話の最後まとめと、その21世紀の鮎川まどかは誰だっていう話がまだ残ってるんで、これをやりたいと思ってます。なので、再三でございますけども、あの
ね、いろんなとこでお見かけした鮎川まどかはいますかっていうあ、この人まどかさんできるとか、あ、この人まどかさんやってもらいたいとか、あ、この昔この人だったらまどかさんできたのにとか、この子大きくなったら鮎川まどかみたいになるよねとかっていう、そういう比較的鮎川まどかに近い現実な人みたいのがいたら、ぜひコメント欄にご記入いただければと思っております。まあ、前々から僕なんかはね、例えばSKE48 の松井樹里奈さんとか、それから広瀬アリスさんとか、昔だったらね、一昔前だったら水木愛さんだったかなと思ってるんですよ。で、もっと前だったら、そうだね、夏目雅子さんができたか、それか、宮沢りえさんとかもできたのかなっていうところです。うん、だそんな皆さんの思い出話も含めて、特にね、80年代にこう青春時代を送っていた方々、僕たちはほら90年代だからオレンジロードで青春を味わった方々、同じ世代で、例えばね、どうしても表はね、中森明菜さんに似てるっていうところあるんだけど、そうじゃないよって。なんか、あと外国の女性の人いましたね。ちょっと同棲しちゃったけど、そういうのもあったりしたじゃないですか。だから、そういうのも、ちょっと含めて、そういった意見なんかもありましたら、ぜひお待ちしております。はい、おまけと言いますか。今回、いろいろ調べるにあたって、いろいろ使ったノート、をちょっとだけ公開。うん、まあ僕の字汚いんであれですけど、この辺はね、前回のなんだっけ、この辺はね、あそっか、16巻とか18巻とかあれか、あれですね、この辺はエロティシズムの時だね、これね。あとはまどかさんのプロポーションの話とか年の話とか、その辺の感じをここでまとめたりしてたんですね。それから、で、これがあれか、こっからか。この辺の訓練で、この辺からかな、そう。この辺から18巻考察ってこれあるでしょ、この辺。だから1ページ1ページ全部こう見てって、載ってたんです。で、モーツァルトの話とか、こう調べたりとかして、やりました。で、1個ね、そう、対決飛ばせたんじゃないですか、これ。これほら、新一とね、優作の話はいいや、飛ばしたいと思って。はい。ほら、親がでしょ、ほら、ちょっと、今までしちゃった。ね、ひかるちゃんは何も知らなかったのかっていうさ、ね、の話とかっていうのが、ちょっといろいろ考えて。で、ライコアラブの話もこんな感じで、自分なりにいろいろ調べたり、で、自分はこうだっていうのをこっちに考えたりとか。いろいろやりました。で、だってたら終わっちゃったんですよ、紙が。ほら、185ページでしょ、186で終わっちゃったんですよ。ああ、もうないやと思って、終わっちゃったと思って、 2冊目があるんですよ、ここに。で、186の続きみたいなからね、形で取りました。だ、まだまだ2冊目はまだすぐなんで、ね、紙なくラブにしかいないしっていうところっていう話をね、いろいろ考えたりしてました。うん、こんな形でいつも考えて作っております。はい、あ、これいつものです。はい、いつもの、はい、いつものやつです。はい、いつものでございます。はい、いやー、終わりました。ここでね、こう2つ大きな続きものが終わりましたんで、ちょっとほっとしてます。東京ラブストーリーとこの最終回エピソードが両方とも終わりましたんで、ちょっとね、ほっとしてるところです。かといってここで終わりじゃないんで、まだまだあります。あの日に書いたのやりたいです。で、声優さんの話もこの間ちょっと触れたじゃないですか。だからあれでもうちょっとやりたいなと思ってるんですよ。特にね、初夢でのジンゴロの話あったじゃないですか、タップガンの、あそこと絡めて話したいなと思ってるんですよね。ね。以上、反省会という形での、投稿後期でございました。またこれをちょっと機に
こんな裏話であったということをまた踏まえた上でまた初めから見ていただければありがたいかなと思っているところでございます。はい、ちょっとお時間結構いただきまして、はい、誠にありがとうございました。今後ともまた気まぐれオレンジロードアカデミア4、5と一応検討していきます。どうしよう、とりあえずね、初期の頃にいただいたリクエストということで最終回のエピソードをやってほしいっていうのがあったんで、これを挙げさせてもらいました。今後ね、どんな話がこう研究というかアカデミアってつけてるってことはやっぱりそういう形だと思うんですよ。ただ面白いんじゃなくてちゃんと掘り下げていくっていうこととしてやっぱテーマとして挙げてやっていきたいので、またそのネタとなるようなお話がありましたらぜひこういう話も調べてもらいたい、こういうの取り上げてもらいたいっていうのをやらせていただければと、お声をかけていただければと思っております。今後ともまた、ギジマジンチャンネル、気まぐれオレンジロード系の動画またよろしくお願いいたします。今日は、私一人でいろいろお話ができるタイミングが来ましたんで、こんな形で久々に直接撮りでやらせていただきました。以上、石間仁でございました。ありがとうございました。